どうも、大地です。皆さん、ついにやってきました。はい、こちら、ドン。ファーウェイウォッチフィット2でございまーす。はい、2022年、今年のコスパ最強、ミドルレンジスマートウォッチ筆頭株の製品でございます。じゃあ、早速ね、もう開封していきましょう。はい、で開封しながらですね、この製品の概略改めて解説しておきますと、こちらの製品ですね、我らが愛すべきファーウェイ様からつい先日ですね発売されたばかりの新製品になっておりまして、こちらの製品はですね、もう遡ること2022年、ですからもう約2年前に発売が開始されたファーウェイウォッチフィットという製品の後継機でございます。やばいやばい、来たきましたか、ファーウェイウォッチフィット2。にゃっかか、3、2、1、開け夢の扉、オープン。バッカーイだ。待って、めちゃくちゃ高級感やばくない？めちゃくちゃやばいの、このベゼルの輝きやばくないですか？これは前作のファーウェイウォッチフィットにはなかった高級感です。すごい。今回俺が購入したのはですね、ピンクカラーになります。その他ですね、カラーバリエーションとしては5つですね。はい、ミッドナイトブラック、アイルブルー、そして今回俺が購入した桜ピンクで、ベルトがですね本革タイプの、いわゆるですねクラシックモデルというものに関しては、ネビュラグレーというまあグレーカラーと、あとムーンホワイトというですねホワイトカラーがございます。で、価格に関してなんですけれども、今回俺が購入したのは日本版になります。日本での公式販売価格は 18,800円と、ちょっとねやっぱね円高が大きく影響してて、もうこの値段だともはやミドルレンジではないんじゃないかっていう説もあるんですが、まあまあまあ、でもそんなこと言ってたらね、もう多分今後全ての製品の価格が底上げされてしまうんで、まあドンマイっていう感じですね。ちなみにグローバル販売価格に関しては米ドルで156ドルでございます。すごい。そしてですね、やっぱこの大きく生まれ変わったデザインですよね。はい、今までのファーウェイウォッチフィット、まあ第一世代はですね、まあここにもね3つあるんですが、3つね、これ全部第一世代ですねここら辺まあ細かいところ言うと違うんですが、全部3つともね、まあ、これはもう解説しだすともう5分10分かかるんで、今回は解説しません。気になる方はね過去の動画見てくださいって感じなんですが、前作第一世代はほらこういうのね、まあ、長方形型だったんですよね。このスタイルもですね、当時発売された当時は結構斬新でしたね。うん、このファーウェイ以外にですね、こういったスマートウォッチってあんまりなかったですよね。まあその斬新なデザインがですね、約2年経ってですね、さらに斬新になって帰ってきたということでございます。横寸がほらぐわっと伸びてますよね。縦寸は同じでございます。寸法は全く同じ 46mm ですね。なんですが横寸がですね 33.5mm ということで、約 3mm ですね、広がっております。まあ、そうだから通常のね、いわゆるまあスクエア型の正方形型のスマートウォッチってほらこういう感じなんですよ。まあアスペクト比で言うとまあ1対1っていうのかな、こういう感じですよ。だから若干やっぱ違いますよね。でベルトはこんな感じですね。まあ、ここら辺の風合いとか素材に関してはまあ前作と変わらないかな。シリコンバンドになっておりますね。GT シリーズとかに採用されている高級材質ですね、フルオロエラストマーとかそういったものではございません。でそうそう、プラス今回ですね、新たに進化したポイントとしてこれですね、ベルトがより交換しやすくなったというのがですねございます。このリンクトゥデザインというものに生まれ変わりましたんで、このね裏面のところにあるですね、この物理ボタンをカチッと1回押すだけでほらバンドが交換できるようになった。これめちゃくちゃ便利だね。これはすごい便利ですよ。今までね、正直ね、まあ、このファーウェイの製品だけではないんですけど、どうしてもね、こういう、スマートウォッチってね、バンドがね、交換しづらいっていうのがあるんですよね。特にま、この、例えばファーウェイウォッチフィットとかね、前作のね、ものとかも、まあ、一応ここにま、ボタンっていうか取っ手はあるんですけど、これね、めちゃくちゃこう、引っ張って、ほら。これをね、なんていうのかな、サザエをなんかほじくり出すみたいな感じで、めちゃくちゃなんか力入れてこう、外側にこうひねらないと取れないんですよ。で、物によってはね、壊れたりとかします。俺以前、オッポウォッチね、オッポの、こういったまあスマートバンド、オッポウォッチフリーとかね、もうこれ、取れなくていじくり回したら壊れちゃったりとかあったんで、このリンクトゥデザインはめちゃくちゃ便利。で、ちなみに重さはですね、26g でございます。これに関しては若干重くなってしまってるんですよね。前作のファーウェイウォッチフィット、通常版に関しては 21g でしたから、まあ、若干ここがまあ重くなってしまったと。じゃあそしたら次どこで読むか確認していきましょう。なぜかアラビア語が書いてあるんですけれどもという感じでございます。アサラモアライクーム。ウォーレンティーカード。はい、そして、はい、充電ケーブルでございますね。これは前作と互換性はあるんでしょうか。あ、
互換性ありますね。ということは、ファーウェイバンドシリーズとも互換性ございますね。はい、これファーウェイバンドですね。先日テレビ動画上げたね。じゃあそしたらね、これからねしばらくね使い込んでいきたいというふうに思います。はい、ということであれからね丸1日使い込んでみました。じゃあ早速ね中身解説していきましょう。はい、まずはディスプレイのスペックから確認していきましょう。はい、画面サイズ 1.74 インチのアモレットディスプレイになっておりまして、解像度は 336×480ピクセルの 336ppi でございます。このディスプレイのスペックもかなりね前作から比べてね大幅に進化しております。これがかなりすごいところなんですよね。ちなみに前作のファーウェイウォッチフィットに関しては画面サイズ 1.64 インチでしたから、前作から1インチもですねサイズアップしておりまして、画面占有率に関しても今回ねかなり大幅に上がっております。今回のファーウェイウォッチフィット2はですね画面占有率なんと 72.2% を誇っております。これは前作比でいうと 18.6%、表示面積がアップしたということになっております。ですからね1日使って思ったんですけど、かなりね見やすいです。文字も大きくなったし、表示できる情報も多くなったから非常に可読性が高いということと、あと操作もしやすいですね。要はスワイプしやすいっていうのかな。特に俺なんか手がさ大きいからさ、スマートウォッチの ディスプレイが小さくなればなるほど操作しづらいんですが、今回はかなり大きいので非常に操作もしやすいというところが非常に気に入ってるポイントでございます。でプラス解像度もなんと前作から 10ppi ですね向上したんで、よりくっきりとしたディスプレイになってるということでございます。この 10ppi っていうのもまあ細かいところですけどね、非常に細かいところだけれども、この値段とその他のスペック考えれば相当すごいことだというふうに思います。まあ、これくらいのね、まあ、1万5000円ぐらいの、まあ、いわゆるミドルレンジのスマートウォッチって、まあ、一般的な解像度で 326ppi ですから、この 336ppi って今までまあ200個ぐらいスマートウォッチレビューしてきましたけど、今まで聞いたことないですね。初めての解像度ですんで、 10ppi だけですけれども標準から若干で進化させてるっていうところはやっぱりねファーウェイの本気がうかがえる、そういった解像度になってると。そしたら文字盤見ていきましょうか。現状ですね、無料のものだと数えてみた限り、約100種類ございました。ちなみに今のこの数に関しては、まあ、前作とほとんど変わらないんですが、こういうふうにですね、新しく追加された文字盤が、結構あります。特にこういうのとかね、ここら辺は今回、ファーウェイも公式の方で結構メインに持ってきてる文字盤になってるという感じになってます。その他こういうね、まあ、アナログのものとかがあったりとかします。ここら辺も前作なかったですよね。プラスこういうふうにですね、まあ、これは前作と同様なんですけども、こういうふうにですね、自分の、好きな写真をですね、文字盤にすることもできます。で、プラス常時点灯機能もね当然あるんですが、これもね前作からねかなり進化していて、個人的にはめちゃくちゃ好きなところでございます。なんと今回ですね、オールウェイズオンディスプレイの文字盤がこの通常時の文字盤に合わせて変化するんですよね。これが結構ね嬉しいところでございます。こういう風にね、今この文字盤になってますけど、オールウェイズオンにするとこんな感じになるで覚えててくださいね。で例えば他のやつに変更するといきますよ、こういうふうにね、こういうふうに切り替わるということでございます。これはね、非常に嬉しいですね。はい。じゃあ、そしたら次はですね、ユーザーインターフェースと、あと操作性を見ていきましょうか。ここら辺もかなり進化してます、前作からね。まあ、なぜかと言いますと、今作、ファーウェイウォッチフィット2に関してはですね、昨年、中頃ですね、新しくリリースされた新 OS ですね、ファーウェイのハーモニー OS というものが搭載されているため、かなりですね、操作性とかも向上したという感じでございます。はい、こんな感じ。もう、ここら辺は一目瞭然でしょ。処理速度も上がってるし、あとフレームレートも上がってるんだというふうに思いますね。うん、で、カクつかないしね。ちなみに、下位モデルのファーウェイバンド7と比較してみましょうか。こっちと比べるとさらに一目瞭然ですよね。あとやっぱりさっきも言ったようにさ、ファーウェイバンド7は画面が小さいから操作しづらいっていうのはありますよね、やっぱね。で、加えてディスプレイに関してね、個人的にもう一つね、めちゃくちゃ好きなところっていうのは明るさ調整なんですよね。これがね、またね、前作からね、より便利になってるわけなんですよね。前作のファーウェイウォッチフィットはですね、まあ不満はなかったんですけど、明るさ調整に関してはですね、あくまでレベル1から5までの固定の可変式だったんですよね。まあ当然自動調整もありますけど、1,2,3,4,5 この5つの選択肢の中から明るさを調整できるっていうだけだったんですけど、今回に関しては、これまた GT シリーズ同等ですね。段階ごとに分かれてないんですよ、ほら。
自由にこう好きなところで止められるっていうね、よりフレキシブルなあの可変方式になってるんで、あの非常に便利でございます。で、そしたら次、通知を確認していきましょうか。スマホに飛んできたいろんなアプリの通知を確認したいときはこれですね。はい、ホーム画面で下から上にスワイプすると一覧でこうやってね、確認することができます。やっぱりこれもね、あの画面サイズが広くなってるんでめちゃくちゃ見やすくないですか？とにかく見やすいっていうのがね、もう所感でございます。で、プラスもう一つですね、通知に関して前作から進化したポイントがございます。それは何かと言いますと、メッセージのクイック返信機能でございます。これまたですね、ハイエンドモデルのファーウェイ GT3 シリーズ同様でございます。まあ、この下位モデルのファーウェイバンド7もまあ、新しく追加されましたけどね。要はですね、SMS、まあ、ショートメッセージとか、あと着信ですね、誰かからかかってきた通話に対して、このスマホのですね、専用アプリケーション、ファーウェイヘルスの方で保存しておいた定型文を、ですね、このスマートウォッチを通して、クイックに返信することができるという機能になっております。まあ、デフォルトだとこういうふうに10件保存されてるんですが、こうやってまあ、返信を追加っていうところで、自分で好きなですね、定型文を、保存することもできると、こうやってね、よろしくお願いしますとかね。うん。非常に便利でございますね。はい。そしたら次、中身の機能をね、解説していきましょう。これもかなりね、大幅に進化してるんですよね。はい。機能を一覧で確認したいときは、この物理ボタンをですね、ホーム画面で一回カチッと押すと、ずらっとこういうふうに出てきます。で、見てください。このウィジェットもね、かなり進化してるでしょ。前作はまあ、縦一列にこうやって、機能がね、ずらっとこう、縦に並んでるっていう感じだったんですけど、今作に関しては、ほら、こういう風にね、画面サイズが大きくなったから、3列になってるっていうね、非常に便利でしょ？非常に便利。で、プラス、これもだから、ファーウェイ GT シリーズ同様ですね、もう一つ別の、ホーム画面に変更することもできます。そのこういうね。今、さっき見てもらったのは、このグリッドスタイルってやつなんですけど、こっち、リストスタイルっていう風にやると、前作により近い、ほら、こういう風にね、ホーム画面になりますが、やっぱりこれも画面サイズがこっちの方が大きいから、文字が大きいし、非常に見やすいっていうね。じゃあ、そしたら、まずはですね、ワークアウトモードから見ていきましょう。はい、こちらでございます。ワークアウトモードは97種類ということでございまして、これは前作の、ファーウェイウォッチフィットと同じでございます。まあ、厳密に言うと、ファーウェイウォッチフィットニューというものと、まあ、同じなんですが、まあ、ここら辺、まあ、細かいところはもう説明しません。ややこしいからね。まあ、とにかく、まあ、前作と、ほぼ同じといった感じになってっておりまして、今回このワークアウトモードもかなりね、大幅に進化しております。はい。主に進化したポイントはですね、2つあります。まず1つは GPS 測位システムに関してございます。前作のファーウェイウォッチフィットシリーズに関しては、GPS、測位システムはですね、トリプルサテライトシステムでございました。アメリカの GPS、ロシアのグロナス、そして日本の導きという感じだったんですけど、今回に関しては5サテライトに大幅にアップグレードしました。アメリカの GPS、ロシアのグロナス、EU のガリレオ、中国のベイド、そして最後に日本の導きという測位システムになっておりますので、トラッキング精度は非常に向上したという感じになっております。で、プラス個人的にね、この、測位システムに関してめちゃくちゃ好きなのは、今回なんとです、このファーウェイウォッチフィット2シリーズからなぜかですね、ワークアウトした時に、GPS を使ってね、トラッキングした、なんていうの、ワークアウトルートを、インポート、もしくは、エクスポートすることができるようになりました。これはね、俺みたいにね、ランニング趣味でね、日々やってる人にとってはめちゃくちゃ嬉しい、進化でございます。だから俺みたいにワークアウト好きな人って、まあ、この、例えばファーウェイだったらファーウェイの専用アプリケーションだけじゃなくて、例えばストラバーとか、あとはガーミンコネクトとか、あとポーラーとか、そういったね、ランニングとか、サイクリングが好きな人専用のそういったトラッキングルートとか、ワークアウトデータを管理するプラットフォームとかアプリケーションがあるんだけど、そういうところで、まあ、いろんなね、友達とかとデータ共有したりとか、自分がどれくらいね、走ったのかっていうのを記録するんですけど、今回このエクスポートとインポートができるようになったんで、そういったまあストラバとかにデータを収集することができるようになったというところでございます。これめちゃくちゃ便利。だからこれができるものって今現状ね、シャオミはできないから、シャオミ一応できるけど、ストラバのみなんですね、連携できるのはね。あと、まあ、アメイズフィットぐらいですかね。だから、アメイズフィットとか、アップルウォッチとかぐらいしかできないかな。まあ、当然、ガーミンとかできますけど、こういった中華系はね、あんまりできるものないんで、かなりね、嬉しい進化でございます。はい。っていうのが、まず一つ目の進化と、あともう一つ、二つ目の進化としては、はい。前作で好評だった、エクササイズ動画ですね。うん、エクササイズビデオが、よりね、便利になりました。
前作、まあ、ファーウェイウォッチフィットシリーズっていうのは、通常のワークアウトモードとは別に、こういう、なんていうのかな、隙間時間に、簡単なストレス発散というかね、ダイエットとかそういったこと向けの簡単な、こう、運動というか、ストレッチ動画が入ってたんですよ、こういうふうにね。ただ、まあ、個人的にはここら辺ね、なんか実用性があまりないとか、俺はあんまり使ったことがなかったんで、まあまあ、使う人にはいいんじゃないかなっていう感じだったんですが、今回のウォッチフィット2シリーズに関しては、もうこういった、まあ、動画はあるんですけど、なんていうか、こういった隙間時間にエクササイズをする動画ではなくて、ワークアウトをする前の準備運動動画と、あとワークアウトが終わった時のクールダウン動画というものに、新しく生まれ変わりました。この右下のところに新しくですね、ウォームアップというですねボタンが追加されてますが、これを押すとほら、こういう風にですね、ランニングをする前にするべき適切なですね、準備運動の動画を、見ることができるわけでございます。で、こうやって、まあその音声と、あとバイブレーションで教えてくれると。これはかなり便利だよね。かなり便利。俺も実際に使ってみたいなと思いますもん、これだったらね。で、次。ワークアウト状態ということでございまして、これもだから先日レビュー動画上げたね、下位モデルのファーウェイバンド7、もしくは、これのさらに上位モデルの GT シリーズに採用されている、今年から新しくですね、リリースされたスポーツをするための新しいアルゴリズムですね、ファーウェイトゥルースポーツというものが採用されてますんで、こういうふうにですね、ランニング能力指数っていうね、自分のランニング能力を測るですね、測定項目が追加されたりとか、あとはトレーニング負荷が追加されてます。あとは、こういうに回復時間といってですね、自分が前回行ったワークアウトの疲労が何時間経ったら 100% に戻るのかっていうね、まあエネルギー機能みたいなものが追加されたと。で、加えて前作同様 VO2 MAX を測定することができたりとかしますと。で、次こちら心拍測定でございます。これがかなり驚異的なんですよ。これがめちゃくちゃ驚異的でございます。はい、なんとですね、今回このファーウェイウォッチフィット2、これの上位モデルの GT シリーズに採用されているアルゴリズム、トゥルーシーン 5.0 というものを採用されてます。採用しております。これがすごいんですよ。これがすごい。で、GT シリーズって最安でもまあ2万5000円ですからね。小さい方26mm、あ、42mm ね。大きい方に関しては2万6000円とか、まあ2万8000円ぐらいする。マックス1万円ぐらいね、価格差があるハイエンドモデルのスマートウォッチと同等のアルゴリズムを採用してるっていう、これめちゃくちゃ驚異的でございます。ちなみに前作ファーウェイウォッチフィットに関しては、バンドシリーズですね。まあこういったファーウェイバンド7とか、バンドシリーズと同様のトゥルーシーン 4.0 を採用してたんで、レベルで言うと、3つかな、アップグレードしてるっていうね、これが非常に驚異的なコストパフォーマンスになってるというわけでございます。で、測定精度に関してもですね、検証してみました。はい、こんな感じと、かなり精度高いですよね。ちなみにもう片方の手首にですね、これの、さらに上位モデルのトゥルーシーン 5.0 プラスというものを採用しているファーウェイの GT3 Pro つけて走ってみました。こんな感じでございます。はい、どうでしょうか。まあ、これ見比べるとそんなにあんまり精度的に違いはない感じありますよね。まあ、若干違いますけど、まあ、価格差考えたらね、 GT3 Pro に関してはまあ365ドルぐらいしますから、まあ価格的にはまあ2倍 2.5 倍ぐらい違いますから、その値段考えると、このスマートウォッチがやっぱりいかにコストパフォーマンスが高いかっていうことをお分かりいただけるんじゃないかなというふうに思いますっていう感じになってます。で、次こちら血中酸素濃度でございます。これもですね、当然24時間連続計測を行うことができまして、これに関してもアルゴリズムは心拍数同様ですね、トゥルーシーン 5.0 プラスを採用しております。非常に精度高いですね。で、これに関してもいつものようにですね、こちらオムロンの医療機器認定が取れております3万円のパルスオキシメーターと一緒にですね、計測してみました。こんな感じでございます。さすが GT3 同様のアルゴリズムですね。まあほぼ同じですね、 GT3 とね。はい、で、次こちら活動記録ということでございまして、今日消費したカロリーとか、あと歩いた距離、走った距離とかですね、あとは歩数ですねをカウントすることができます。で、これに関してもですね、いつものようにこちらオムロンの歩数計とですね、一緒に歩数、計測してみました。こんな感じでございます。これがめちゃくちゃ精度いいんですよ。これすごいですよ。今回のファーウェイウォッチフィット2が3466歩、対してオムロンの歩数計が3536歩ということで、誤差70歩で 2.0% のズレ。これやばい、これマジでやばいですね。なぜかと言いますと、今までのですね、ファーウェイ製品と比べるとこんな感じ、ほらね、いかにすごいかっていうのが伝わるというふうに思います。ちなみに前作のファーウェイウォッチフィットニューに関しては 10.0% でございました。若干精度悪いんですよね。で、ファーウェイ
ーウェイ GT3、 これの上位モデルのものに関しては 1.5% で、最上位モデルの GT3 プロに関しては 1.0% ですから、まあ、あの下位モデルのバンドシリーズよりも、まあ、明らかにですね、センサーの精度は高くて、でかつ、まあ、GT シリーズよりもちょっと、まあ、あの劣るというかね、若干精度が落ちる、いい塩梅のセンサーになっているというふうに思います。はい、で次こちら、睡眠分析を行うことができます。はい、これに関してはですね、スマートウォッチの方ではこういうふうにですね、昨日寝たトータルの睡眠時間を確認することができます。でアプリケーションの方ですね、スマホの方を覗くと、レム睡眠、ノンレム睡眠とか浅い眠り深い眠りの時間帯を細かくね、こういうふうに確認することもできます。でこの睡眠分析のアルゴリズムに関しては、その他のファーウェイの全ての製品と同じでございます。ローエンドのものもそうだし、ハイエンドのものも全てトゥルースリープ 2.0ゼロというですね、全く同じアルゴリズムを採用してますんで、まあ理論上は安ければ安いものを買うほどよりお得感を味わえると。はい、で次こちら、はい、通話履歴ということでございまして、今回ですね、なんとですね、前作ファーウェイウォッチフィットにはなかった Bluetooth 通話機能が追加されました。はい、これはですね、このスマホにかかってきた電話をこのスマートウォッチでこう受けて話すことができるということでございます。このスマートウォッチにマイクとスピーカーがついてるからね。でプラス連絡先っていうのもありますから、よく使うね、あの人の電話番号をこのスマホの対応アプリケーションの方で保存すると、このスマートウォッチ本体からその連絡先に発信することもできます。こうやってね。で加えてこちら、音楽コントロールでございますね。スマホで再生中の音楽とか、動画とかのですね、再生停止、早送り、巻き戻し、音量調整を行うこともできます。で音量調整に関してもほらかなり便利ですよね。うん、でプラス、はい、来ました。これもですね、前作から進化したポイントでございます。なんと今回ですね、音楽保存をすることができます。内部ストレージは約 2.5GB 用意されております。内部、はい、でちなみに、音質ちょっと検証してみましょうか。こんな感じで、加えて、はい、来ました。はい、なんとこれもですね、 GT シリーズ同様ですね、ハーモニー OS が搭載されてますんで、サードパーティーのアプリケーションをね、このスマートウォッチにインストールすることができるんですよ。やばいじゃんもう GT シリーズ買う必要ないよね。だからまあ特に GT3 ね、 GT3 の存在理由がよくわからなくなってきました。違いがもうほとんどないですからね。大きな違いっていうと、もうだから、体温測定機能がついてるかどうかぐらいでございます。あとデザインね。でちなみにグローバル版に関しては体温測定機能使えないから、日本版に関してもね、体表面温度っていう皮膚温度しか測れないからね、皮膚温度ってそんなに実用性あんまりないからね、もう違いはほとんどないっていうねよくわかんないよね、ほんでなんでこっちの方が安いんですかって、もう本当によくわかんない、謎コスパになってるといった感じになってます。だから現状ですね、確認したところ6つですね、アプリケーションがございます。ちなみに一つ入れてますけど、これペタルマップってやつですね。ファーウェイが独自で開発した、まあ、Google マップ的なね、うん、あの地図アプリになってます。でこれに関してはもうこっちのスマホ側のペタルマップの方で、行き先を設定してね、ナビゲーションを開始するとですね、こういう風に例えば東京駅までとかにナビゲーションするじゃないですか。そうするとほら、こういう風に 1.1 キロ先を右折してくださいっていう風にね、このアプリにも表示されるし、こっちのスマートウォッチの方にもこうやって表示されるっていうですね、なかなか便利ですよね。じゃあ最後、皆さんが気になっているであろうバッテリー持ちですね、実際に使ってみてどうだったのか検証結果をお伝えして終わりにしていきたいという風に思います。今回ですね、バッテリー持ちはスペック値だと標準仕様で10日間と。で当然ですけれども、急速充電にも対応しております。なんと5分間の充電で約1日使うことができるということでございます。嬉しいですね。でちなみにバッテリー容量に関してはちょっとですね、公表されてないんで分かりませんという感じになってまして、丸24時間30時間くらい使ったかな。でこんな感じ、残がこれですね、はい、75% でございます。まあ、だから24時間経過で約 20% ぐらいの減りっていう感じかな、現状ね。うん、まあ、だから結構まあ減り自体は早いというふうに思いますけど、これに関しても昨日ね、ワークアウト45分ぐらいやりましたんです。はい、ということで、じゃあ最後ね、考えをまとめて終わりたいと思います。いやもうだから2022年コスパ最強ミドルレンジ爆誕と言ってもいいんじゃないでしょうかね。うん、もう何の不満もございません。うん、欠点ゼロですね、今のところね。だから今までこのミドルレンジの価格帯って、2020年にですね、シャオミのミーウォッチっていうのが発売されて以降、まあミーウォッチのね、牙城を崩せる繊維が今まで出てきてこなかったんですが、今回ちょっと俺の中でそのミーウォッチの牙城が崩れた感じありますね。だから厳密なところで言うと価格差が結構あるんで、ミーウォッチと比べてね、まあ細かいところはまた比較動画出したいというふうに思いますけど、だからそこら辺に関してうまいですよね。
だから今まで1万円台後半のコストパフォーマンスが高い製品って存在してこなかったんですよ。あってもまあミーウォッチみたいな1万円とか1万2000円、5000円切るぐらいの製品ってたくさんあったんですが、この1万円台後半のね、まあ、ちょっといい値段するけど手が届きやすいみたいな、そういううまいね、こう価格帯の製品って存在してこなかったんで、そこをね、うまくファーウェイがついてきたっていうね、競合がいないところにいい製品スパッと出してきたっていうところも結構評価できるポイントでございます。はい。ということで、今回こんな感じになります。ぜひね、参考になったというふうに思いましたら、高評価お願いいたします。あと、ぜひもチャンネル登録もね、よろしくお願いします。5万人目指して頑張っております。じゃあまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。はい。